お湯を沸かす際に使用する夜間。古くから家庭で愛用されてきたキッチン用品ですが、最近ではおしゃれなデザインのものが数多く販売されています。しかし、ホーローステンレス、アルミ、鉄など素材の種類も多く、どれを選べばよいか迷ってしまいますよね。そこで今回は、おしゃれな夜間の選び方とおすすめの商品をランキング形式でご紹介します。毎日のように使用するアイテムだからこそ、自分好みのおしゃれなデザインを選んで、日常を豊かに彩りましょう。リストの最初の製品は、ソリッドシリーズ 2.3 リットルケトル、富士ホーロー。たっぷりお湯を沸かせる 2.3 リットルの大きめサイズです。ハンドル上部はフラットで幅が広いため、滑りにくくしっかり握れるのがメリット。耐水性のある釉薬を塗り重ねたネイビーブルーの美しい内部にも注目です。一度にお湯をたっぷりと沸かすことが多いけれど、腕力に自信がないという人は、両手を添えても持ちやすいこちらが向いています。リストの次の製品は、フラットケトル CB ジャパン FK22。取っ手を畳むと天面がフラットになるので、スペースの限られた冷蔵庫にそのまま入れられるのが魅力。茶こしがついているため、限られたキッチンスペースを有効活用できます。飽きのこないシンプルなデザインが素敵ですね。リストの次の製品は、レトロホーローケトルファイヤーサイド41302。ストーブの上に乗せて使うケトルのような、昔ながらのデザインが目を引きます。外側と内側が、ホーロー仕上げなのはもちろん、ハンドルまで、同じ素材で作られているのが特徴。ボディはマットな質感に仕上げられ、落ち着きのあるおしゃれな空間を演出してくれますよ。デザイン性の高いアイテムを探しているなら、注目してみてください。次の製品は、メリーシリーズ 2.0 リットルケトルショップ、富士ホーロー。キッチンがパッと明るくなるような、まるでオブジェのようなデザインです。2リットルとそこそこの容量がありながら、縦長形状で置き場所を取らないのも強み。こちらのレッドだけでなく、ブルーや 1.2 リットルの小ぶりサイズもラインナップしています。次の製品は、オニキスブルーホーロードリップケトル、高木金属工業。内面に熱水に強いホーローを使用したドリップケトルです。大きく開く蓋と倒せるハンドルがついていて、給水やお手入れがスムーズ。美しい曲線を描いた細い継ぎ口により、コーヒードリップにちょうどいい量のお湯を注ぎます。次の製品は、ドリップケトル2のダホーロー DK200。コーヒーをドリップするのに便利な、継ぎ口が細めに作られたタイプです。キャメルやグラデーションオレンジなどカラーバリエーションが豊富なのもポイント。洗練された柔らかなフォルムはインテリアのアクセントにもなるでしょう。普段お湯を沸かす際にも使いやすく、コーヒーを入れるのにも適したアイテムを探している人にぴったりです。リストの次の製品は 200V ストレートケトル 2.0 リットルマットアイザワ73,433円3畳の職人により1点ずつ丁寧に作られた一品です。北欧製のケトルを思わせる機能的かつモダンなデザインが食卓やキッチンをおしゃれに演出。見た目はコンパクトですが無駄なカーブがないので 2.4 リットルたっぷり入れられますよ。次の製品はシェフトロンケトル 2.5 リットル貝印。ステンレスで炭素鋼をサンドした3層構造により高い熱伝導を実現。フェノール樹脂製の取っ手は加熱しても熱くなりにくいので沸かしたてのお湯も注ぎやすいですよ。大容量ながら軽量に設計されているほか、表面はミラーコート仕上げでお手入れも楽々。次の製品はベストコビアンコホーローケトル。中山福。清潔感あふれるホワイトカラーのホーローケトルです。表面がガラス質なので、酸やアルカリに強く腐食しにくい仕上がりなのが特徴。家庭用ガスコンロ、家庭用 IH など様々な熱源に対応しているのもポイントです。次の製品は、
付きとインスリムポット富士井。熟練した職人の手作業で作られた、ホーロー製、コーヒーポットです。長年変わらないフォルムと使いやすさが、コーヒー専門店やコーヒー愛好者に、支持されている商品です。外観のデザインやカラーリングはもちろん、内部にもこだわった、耐水性の良い耐熱水性釉薬仕上げを、施しています。リストの次の製品は IH ガス火対応スタイリッシュ鉄瓶スケーター。まるでケトルのようなフォルムに木製のつまみを組み合わせたスタイリッシュなデザインが魅力です。広口タイプで内側が見やすくお手入れも容易。底面が直径 15.3cm と広くガスコンロのごとくの上に乗せても安定感が得られます。洋風のインテリアに合うものやあえて見せる収納をしても様になるものが欲しいなら、狙い目です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。